よし。ちょっとその、ま、ああ、ごめんなさい。ああ。ちょっとごめんなさい。そんなつもりはなかったの。わあ。崩しちゃったタワー。タワー崩しちゃった。あの、洗面器タワー。あれ、どこだよ。入り口どこ？入り口ないんだけど、どこ入り口？あ、ハートマンいなくない？あれ？入り口どこ？あれ？ちょっと待って。入り口がないんだけど。あれ？ここじゃない。まだ10、あれ？右下14メートルって出てんな。ここじゃないの？どこだよ。あ、間違えた。座っちゃった。どこ？どこですか？待って、温泉いただいちゃいました。先に、お先に温泉いただきました。ここじゃないのか。あら、どこだ？やっぱ下か。1階か。1階入り口あった。あ、ここはしごあるの。あ、はしごあるの。はしご？はしごで上に行く、もしかして。この上か。やっぱり。あれ、さっきのとこで合ってたの？ん？ちょっと待って、どこ？どこどこ？ハートマンおらんやん。え？ここから、ん？なんだ？あ、やっぱパワースケルトンないから足が遅い。え、こっから。こっから行くの？違うよね。え？違うよね。これ、ただ上。ん？どこだよ。ハートマンどこにいんだよ。ちょっと。まだ温泉に使っ、あ、一声吹いとるからいいか。サムがご機嫌だからいいか。よし、じゃあ、こっから、つかむ。つかむ、つかむ。つかんで。よし。やっぱ1階に入り口あったのかな？ 1 階に入り口があった？もしかしたら。危ない、危ない、危ない、危ない。燃えてる、燃えてるところ、あ、ここもしかして入れたの？あ、入れたの？なんだね、それは。あーあーあー、燃えてるとこだったのね。なんだよ。はいはい。お疲れ様でした。結果を表示します。何？結果って。もしかして、温泉とか入っちゃってたから、ダメでしょ。ごめん。温泉入っちゃったから、これは絶対 S ではないでしょう。どうですか？あ、でも S もらえた。よかった。温泉入ったけどね。でも途中。2回も温泉入っちゃったけどね。はい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 。UCA 加盟の申請が出ています。キューピッドを接続してください。はい。あれ、ここにハートマンいるんじゃないの？いないの？なんでハートマン出てこないの？ちょっと。なんか、あと1分ですってさっき言われてたよね。なんか作業中だったのかな？あー、ルー！ルー大柴が嬉しそうです。ここがあのハートマークのとこだったんだ。へぇ、ハートマンだからハートマークのとこにいると。そういうことだな。ヒートユニット。うん、おうおう。わぁ、すごい。はい、いろいろしとく。まま通路の奥へ進んでください。はい、わかりました。通路の奥。通路の奥ね。あ、ちょっと待って、その前に、あ、まあ、いいか。左先、通路。なにこのおしっこ、おしっこしちゃダメよって言われた。なにこれ、なにこの骸骨、あー、なんかまたいる。あれ、なんなんだ。はい、分かってます、分かってます。すごいな、ハートマンの研究。なんかいろいろあるぞ。石とか。奥に進んだよ。奥に進んだけど、奥に何もないんだけど。ありがとう、ありがとう。サム、誰にお礼を言ってるんだい。え、どこ、あ、こっち奥に進んでくださいって言ったから、そりゃ、ただ奥に進むでしょう、人は。そう、ドアを開ける。おお。え、なに？蘇生まで？あと1分？なに？ああ、怖い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 。なに？なにここ？
何、蘇生まであと1分98。え、どういうこと？何？ちょっとハートマン出てきてお願いだから。何このすごいホラー演出。こういう施設、ここ戦慄迷宮ってきた。あー、何寝てんの。おい、起きろ。え、蘇生まで、どういうこと？え、ハートマンももしかしてなんか生きてないっていうか死んでしまっ、亡くなってる系？亡くなってるんだけど、ビーチを通って繋がってる人なの、まだ。ママの時と同じような感じ？な、蘇生まであと21秒。ああ、家族写真。え、どういうこと？ハートマン、どういうこと？蘇生までってことは、だって今死んでるってことだよね。ハートマン。何？ 4、3、2、5。LED を起動します。クリア。ああ、やっぱり、なんかビーチにいたんだ。違う、ビーチに。ハートマン。そういうこと？エピソード8、ハートマン。おお。おお、これは死亡まで20分。失礼した。待っていたよ、サム。すまない。驚かせてしまったようだな。こういう体質なんだ。あ、それはそこに置いてくれ。ありがとう。また会えなかった。心臓が止まっていたようだが。21分ごとに心停止。3分間でビーチに行き、また蘇生する。1日に60回死んで60回生き返る。1日に60回死んだ家族を探してビーチを放浪する。それが私の1日、今の私の生き方だ。君の結び目からの帰還回数も記録的だが、私はビーチ訪問の記録保持者だ。218,549回。あのクレーターは私の心臓。分身で妻と子供だ。そう、私の心臓と同じ形だ。ハート型心筋症と言われたよ。医者にとても珍しいケースだと。レントゲン写真もある。私の心臓を見たいだろう。いや、見るべきだ。先天的なものじゃない。妻と娘、家族を失い途方に暮れていた私はある考えにとらわれた。ビーチの存在は確かだった。家族はそこにいる。だから心臓を3分だけ止めてビーチで彼女たちを探したんだ。来る日も来る日も来る日も。別れを告げるために？いや、そうじゃない。ビーチは個人によって異なると言われている。つまりあの世も個人によって異なるかもしれない。私はそれが怖い。あの世で一人はごめんだ。ビーチで家族を探し、彼らと共に一緒のあの世に行きたかったのだ。死ぬつもりで？死んで再び家族が一緒になれるなら本望だ。そうやって心停止を繰り返している間に私の心臓はこんな風になってしまったんだ。いつの頃からかこう呼ばれるようになった。ビーチ研究家のハートマン。よろしく、ハートマンだ。お、うん、ネクローシスしない死体か。腐敗もネクローシスもせず生きているように動いていた。完璧なミイラ、絶対死体とでも呼ぶべきか。あ、
どうした？他にも持ってきたものがあるだろう。あ、あった、これだ。まさかまたデッドモン。これはへその緒最大だな。太さと形状から見ると人のものか。だが通常の胎盤と胎児をつなぐものではないようだ。 BT の最大に似ているかも。そう、ママのものか。そうか、うん、ネクローシスしない死体と、これはビーチとつながる最大だ。君は素晴らしいものを届けてくれたな。久しぶりに私のハートに火をつけてくれた。あと5分で進展します。ああ、全く世話しなくてすまない。かけてくれ。ビーチにいるはずの妻と子を探しにビーチに行ってくる。一人に一つのビーチ、個人に属している。だが私は違う。他人のビーチにもつながっている。バイパス手術をした心臓のようなものだ。この変形した心臓がそれを可能にしてくれているのかもしれん。だからいつかは家族がいるビーチを見つけられるはず。しかしこれだけ探索してもまだわからないことばかりだ。まだまだ。新天使まであと3分です。あの戦場、君が巻き込まれたとされる永遠の戦場。100年以上も前の世界大戦の兵士がビーチで循環しているのはなぜか。普通は死者の魂はビーチにはとどまらない。ビーチは死の世界への通路、通過点でしかないからな。しかしこの世への強烈な未練や、この世とつながりたいという強い思い、こういった感情が、あんな集団で共有されているビーチを作ることがある。同時に大量に死んだ人たちのビーチ。クリフォード・アンガー、彼の無念や憎悪が何らかのきっかけでそのビビーを触媒としてこの世に永遠の戦場を呼び込んだ。あと2分です。まもなく新天使が来ます。安全が確保できる位置についてください。あくまでも仮説の一つだよ。それでヒッグスが彼らを操っているのか。安定した体勢をとってください。わからない。ただヒッグスが彼らを呼び寄せた可能性は高い。あと1分です。どこかに捕まってください。ああ、ところでお願いしたいことがあるんだが。ラボのセキュリティをロックします。3分だけ席を外す。くつろいでいてくれ。ビーチは0時間だが結び目は違う。行って帰るのにこちらの時間で3分かかるんだ。続きは帰ってきてからだ。5、4、3、2、1。そうか、ハートマンも亡くなった家族を探しにこうビーチをさまよってんのか。なんか調べれるところも特に、わ、すごいな。そういうことだよね。おお。ハートマンからいいねもらったけども、専用。おお。あとは特にな、ビジズ。明日に橋を架けるブリッジズ。これ部屋の中いろいろ見れるってことなんだな。
この家族写真をちょっと見たいけど、そこはアップにできないのか。骨董品のレコードプレイヤー。家族はやっぱテロリストとかそういうので亡くなってしまったのかな。そういう爆発が起こってとか、そういう、これがちょっと守備あるよ。ちょっとこれ推測された BT の復元モデル、目撃例2例。うん、あとはなんだな、なんだな、特にはないか。ああ、まあまあね、まあまあ痛い。あ、こっちにもあんじゃん。推測された BD の復元モデル。うん、はいはい。あ、上にもある、上にもある。何これ、恐竜。砂時計、ライフサイクルを司るカエラル砂時計。あー、すごい、上から下に行ってる。うん、あとは、あとは特に。これはサムの視点なんだね。ああ、大消滅のクレーターから発見された未知の鉱物。だから大消滅で家族は亡くなったのかな。ああ、オルビドス鉱石。これ全部見れる。ああ、全部見れるわけじゃない。あ、なに？あ、3人。あ、もう終わっちゃう。もう終わっちゃう。蘇生。おかえり。ハートマン、おかえり。どうだった？家族はいたかな？またダメだった。ダメだったか。訪問218,550回目。あ、すまなかった。話の途中だったな。21分サイクルには慣れてはいるんだが、さすがに初対面だと予定が長くなって収まらないこともある。そのサイクルで不自由なことはあるけどない。私はもう慣れてしまったから大抵のことは困らない。排泄、シャワー、食事、生きていくのに必要な行為はほとんど21分もあれば済む。睡眠だけは少し厄介だが。ああ、セックスや喧嘩はどうかな。まあ、私は一人だから、それらの心配をすることもない。まあ、サム、読書は？ああ、音楽は？映画は？私は退屈していない。ここには短編映画も、テレビドラマも、素晴らしい短編小説も、音楽も21分で完結できるものを集めている。もちろん全て DS 以前のものだが。しかし私にとってここでの21分間は待ち時間でしかないんだ。ビーチに家族を探しに行けるまでの。体はここにあるが、魂はビーチにある。死んでいるのだよ。気持ちはわかる。俺も事故で家族を亡くした。驚いたな、君から自分のことを話すなんて。君の境遇は資料で読ませてもらったよ。君が家族を亡くしたように私も。あの時私は心臓手術を受けていた。近隣の都市の ICU だ。私の術後の経過を確認して、妻と娘は荷物を取りに一度家に戻ったところだった。そこで家族はボイドアウトに。病院がある町までには被害は及ばなかったが、衝撃波で停電が起きて人工心肺も停止した。気
火がつくと私はビーチにいた。二つのボイドアウトで死んだ人たちだった。すいません、何があったんですか。私はそこで妻と娘を見かけたんだ。待ってくれ、私だ。置いていかないでくれ。待て。一人にしないでくれ。嫌だ。行くな。頼む、行かないでくれ。ICU の予備電源が発動して、私は除細動器に呼び戻された。心停止していた時間、それが21分間だった。あれが家族を見た最後だ。この心臓のおかげで私は家族とはぐれた。そしてこの心臓のおかげでまた家族と再会できるかもしれない。それが私、ハートマンなんだよ。あれからビーチを共有できるようになった。私はビーチに行き、家族の足跡をたどる。疲れたらここに戻り、ビーチの検証を続ける。いくら心臓が止まろうが、この痛みは消えない。あ、君の家族の写真は？そうか。あと5分で心停止します。ビーチに行く前に要件を聞いておきたい。ああ、うん、そうしよう。このエリアではプレッパーズのシェルターに第一次遠征隊の研究員が駐在して、デスストランディング以前の痕跡を研究している。以前の痕跡？つまり古代の地層や長い地球の記憶がデスストランディングを免れて奇跡的に残っているというわけだ。科学スタッフたちは私と同じ第一次遠征隊のメンバーだ。彼らのシェルターにカイラル通信をつないでほしい。この一帯を DS 研究の拠点にしよう。そう発案したのはアメリだ。世界中どこを探してもこの一帯でしか恐竜が絶滅した白亜紀末の化石は発見されていないんだ。世界最後の恐竜が生息していたのはこの辺りだけだと考えられる。つまりここには絶滅期の記憶が眠っている。それがデスストランディング回避のヒントになるはずだ。先発隊のアメリはそう言って、後に続く私や科学スタッフをこの地に残してくれた。過去をつなげば今がわかる。未来を作ることもできる。彼女は私たちにそう言い残して西に向かった。あと3分です。あ、うるさいな、ミュートしておこう。だがその後、エッジノットシティの手前にあったタールベルトの活動が激しくなった。地上に溢れ出した大量のタールに多くの仲間やカイラル通信の拠点が飲み込まれてしまったんだ。あれは全く予想できない事態だった。これもヒッグスの仕業？わからんが、西への中継ステーションがなくなった。このままではカイラル通信を西につなげることはできない。代わりの通信拠点を建設しなければならない。だが他のノットシティにあるような大規模な装置を
用意することはできなかった。だからそこを大体の結び目に使う。サム、君は科学スタッフをキューピッドでつなぎ、アメリのところまで行ってくれ。そうすれば私は DS 解明の研究に専念できる。ああ、思わずあーって言っちゃった。ミュートしたから、ミュートしたから聞こえなかったんだ。あの、あと何分ですってやつが。エアマットフロアが衝撃を吸収する。ドアロックも解除しておこう。あ、そうそう、それやっといてあげないとね。サムナイス、いいねをあげたい、サムに。大丈夫、そのままで。あマイナス。ほら、変ないたずらす。何今の DJ みたいなやつ。シャカ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 ジュンみたいな。あ、でも、アートマンからいたずらしたら20マイナスされたけど、でも結局、いいねもらった、ハートマンが。粋なことをしてくれたぜ。サム、聞いての通りだ。何？依頼を受注してほしい。うん、わかった。その前に、あれ、あの、私、装備をね、いろいろ整えなきゃいけない。あ、いろいろメールが来たり、スピリチュアリストからメールが来たりとかしたけども、これもう一回入れたりしないの？この、部屋にはもう入れ、あ、もう入れないね。そうか。サムだ。あ、なんか、いろいろ置いてある。いろいろ置いてあるの、これ私、あ、マザルコ、マザルコのやつだった。あれ、一応積んで、中地積んで、ここ積んで。ということで、今回はじゃあこの辺にして、次回その指名を受けたり、あの装備を整えていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ちょっと燃えてるところで、燃えてるところで最後終わりにしようね。違う、こっち向いてさ、ダメだな、うまいこといかんな。うまいこといかない、うまいこといかないから、こういう感じで、こっち向いて、よし。よしよし、こう。よし。いい具合。よし。では、この辺にしたいと思います。なんかいろいろ、あれだね。こう、サムに携わってくれてる、ハートマンとか、デッドマンとか、まあ、ママとか、ロックネもそうだけど、こういろいろ素性が分かってきたというか、いろいろ過去が分かってきた、いろいろね。で、それぞれ、やっぱり、こう、悲しみや希望を抱えて、まあ、この世界で生きてるってことが、徐々に分かってきました。まあ、これからまだ繋いでいこうと思いますので、皆さんぜひご視聴お願いします。では、また次回お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。ゲームが上手になりたいな。もっとみんなに褒めてもらいたいから、コントローラーを握る。でも、いつもお母さんは似ていてばかりで、俺を。